青い空、緑の木々、真っ赤な血。いつから忘れてたんだろう、世界ってこんなにも鮮やかな色に満ち溢れてたんだな。会社に行かなくていい一日ってなんて素晴らしいんだ。俺たちの命があと1日だろうが60年だろうが、やりたいことをやれる時間はあまりにも短い。やりたいことをやらずに生き延びるくらいならゾンビに食われた方がマシだ。俺は本当はお笑い芸人になりたかったんだ。私はもう二度と誰にも私を渡さない。アキラ君、あなた本当はどうしたいの？できるかどうかじゃない、それでもやりたいという熱い思いがここにあるかどうかだ。着いたぞ。あれが俺の生まれ育った故郷だ。親父とお袋にまだ何も恩返ししてねえじゃん。親孝行するんだろ俺。本当にやるのか。当然、どうせいつかみんなゾンビになっちまうんだ。だったらそれまでにやりたいことやっとかないと損じゃん。ちょっとマジで何言ってるかわかんねえよ。ひどすぎる。このままじゃ村が全滅する。あなたは何のためにこんな悪事を。私がしていることは正義の行いよ。どうしても親孝行がしてんかい。だったら親より先にくたばるんじゃねえ。母ちゃんも頼んだぞ。親父！絶対生きて戻るぞ。夢を持て、アキラ。もっとでっけえやつを。俺はまだまだやりたいことが山ほどあるんだ！ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと。12月25日夜11時40分より一挙放送。